アダム・ネメズは、スロバキア・バンスカー・ビストリザ兼バンスカー・ビストリザ、出身のプロサッカー選手。スロバキア代表。ポジションは、フォワード。2007年8月、FC エルツネビルゲアウェに1年間のレンタル契約で移籍。2008年6月11日、KRC ヘンクに4年契約で加入。2009年7月28日、1、FC。 カイザースラウテルンに3年契約で移籍。2012年1月27日、FC インゴルシュタットレイヨンにシーズンいっぱいの契約で加入。2012年7月24日、1、FC ウニオンベルリンに2年契約で加入。2013年12月、契約を2年延長。それからわずか5ヶ月後の2014年4月に、来シーズンの戦力にカウントしないことを知らされた。 2014から15シーズン前半で5試合に出場した後、双方合意の上で契約を解除した。2015年1月25日にニューヨークシティ FC に加入。加入当初はスタメンだったが、インパクトを残せなかったことで、序列は徐々に低下。結局、9試合594分間のプレーに、とどまり無得点1アシストに終わった。 2015年8月31日、双方合意で契約を解除。同日、遺跡ウィンドウの閉まる15分前にビレム2に加入。2016年9月6日、FC ディナモブカレストに遺跡。2018年8月27日、パフォス FC に加入。2018から19シーズンは16ゴールを決め、リーグ得点王のタイトルを獲得した。 2011年2月9日に、スロバキア代表デビュー。ありがとうございます。